友人さんにぶら下がって見たりしてとか思ったりして危ねえって。初めてだ、姫様抱っこされたの。したことあんの？ないけど。あー、びっくりした。あ、これ引っ越し祝い、そばね。バイト先でもらったそば。引っ越しといえばそばだから。あ、乾麺。あ、そばはウーバーか。はい。いや、売れてる役者はさ、そば食うときはウーバーか。いや、俺まだウーバー使ってねえの。すげえダッシュ。あれきっと、ユージンさんって先輩いるんですけど、帰ってくる前にって。あ、ユージン君も来てるんですか。ご存知なんです。一回飲んだんですよ。撮影終わって、タカラと3人で一緒の芝居見て。え、結構舞台見たりするんですか。俺割とよく。あー、すげえ、全然印象違った。そうっすか。はい。いや、なんか舞台やってるやつがダッセーみたいな、食えてねえのにとか、そんなのかと思ってた。全然全然、そんな、はあ、全然印象違った。そうっすか。はあ、すげえ。タカラ、タカラさん。タカラ、大丈夫か。タカラ、タカラ、ごめん、タカラ。まだ気持ちがそんな無理だったよな。人が誰でも役者なら、今の俺は何に見える。声も出せない、語り合うこともできない。この俺は何に見える。写真とか撮られるとまずいよねって話になって。まあ3人でいると目立つからな。詰めたさん入れて4人だけど。入ってくるとき誰かいた？いなかったよね。大丈夫です、私結構目光らせてましたから。まあでも本当撮られたらね、4人だからスキャンダルだよね。あーか、アキちゃんと宝だけ抜かれるとか、あるいは俺とアキちゃんで抜かれるとか。え、そんなことあるんですか。聞いたことあります。つくも君と通称は全然大丈夫。なんで。なんかファンの中でつくも君は気のいいおじさんになってるから。俺結構すぐに回りそうだ。え、疲れてんのかな。なんかクワーってきた。ユージンさん、うん、山崎はさ、小夜子がもし死ななかったら、ずっと一緒にいたら愛してるって